さて、うさぎ年の今年、飛躍を目指して跳ねる人にスポットを当てますが、少年が見えてまいりました。九州山口の NNN 各局の新年企画、今日は地元福岡です。スペインの名門サッカークラブレアル・マドリードも注目する9歳の天才サッカー少年が行く橋にいるんです。華麗な足さばきのドリブルに両足で挟んだボールを巻き上げて相手の頭上を通すヒールリフト。ボールとペットボトルを一緒に頭に乗せても全く軸がぶれません。卓越した技術を披露するこのサッカー少年は小学4年生です。同窓介です。60メートル先からのロングボールでもピタッと止める精度の高いトラップ。宗介くんが最も自信を持っているプレーです。あ、消えてる。あ、大丈夫だよ。地元行橋市のサッカークラブに所属している宗介くん、他の選手に比べると小柄に見えますが、実は中学生に混じって練習しています。ボールを持つ相手にプレッシャーをかけたり、自らパスを要求したり、周りは全員年上でも臆する様子はありません。宗介くんはボールを持っていない時によく首を振っていました。なぜなのでしょうか。まずボールを受ける前にその周りを見て情報を入れるというところからスタートして、でボールが来た時には今どのプレーを選んだら一番最適なのかを、可能性が高い方を選んでプレーするので。宗介くんは去年8月に日本で開催されたスペインの名門クラブレアル・マドリード主催のキャンプで MVP に選ばれ、去年11月にはスペインでのキャンプにも無料で招待されました。幼い頃からボールと触れ合っていたという宗介くん、5歳から本格的にサッカーを始めました。そのきっかけを作ったのは父親の雄介さんです。宗介くんからボールを受け取ると座ったままリフティングを始めました。実はリフティングなどの技を見せるフリースタイルフットボールが趣味の雄介さん。宗介くんの練習メニューを独自で考えています。自分はもう選手経験とかそんなのはやっぱなくて、いろんなことを調べ物してインターネットで情報をかき集めてメニューを決めました。リフティングしながら首を振って前に進んだり、トラップと同時に体の向きを変えたり、宗介くんはクラブの練習がない日でもこうしたオリジナルメニューを3時間ほどこなしています。サッカーが一番です。うまくできたとか成功した時とかに楽しいと。サッカーへの情熱は自宅に帰っても、動画で海外のトップ選手たちのプレーを何度も見て自分のものにできるように努力を重ねています。そんな宗介くんですが、かつてはサッカーをやめたいと思ったこともあったといいます。本人もなかなか納得いかないときはやりたくないっていう時期もありましたね。基本的にはもう成功体験を増やしてあげるのがやっぱ一番大事だと思ってたので、まあ最初は自主練についてはもう本当にご褒美シールみたいなものを用意して、父親に支えられながら自信をつけてきた宗介くん、独学で取り組んでいる日課があります。ミオフケティボスフガレンラカンテラデルレアルベティス。スペイン語の学習です。スマートフォンの翻訳機能を使ってこれまでに200以上の単語を習得しました。
ペイン語で目標をどうぞ。Mi objetivo es jugar el mundial, jugar muchos partidos y marcar muchos goles. この日、宗介くんは地元の行橋市役所に。来月から3ヶ月間スペインにサッカー留学することを報告しに来ました。行き先はレアルマドリードとは別のプロチームの育成組織です。レアルビティスのカンテラで活躍してレアルマドリードとかバルセロナの強豪チームに入って活躍して、トップチームに行けるような選手になりたいです。実力を示し自ら道を切り開いていく宗介くん、その未来は大きな可能性にあふれています。いや、実力も努力もすごいの一言ですよね。期待が高まります ね、 ね、はい、で今回宗介くんスペインの育成組織から選ばれまして、うん、来月から3ヶ月留学するんですね、はい、で宗介くんが所属するサッカーチームは現在留学費用のクラウドファンディングを行っています、うん、キャンプファイヤー伊藤宗介で検索してください。うん。